イエーイ。明日からプロ野球が2024年プロ野球が開幕しますね。イエーイ。私はヤクルトファンなんですけど、ヤクルトファンなんですけど、今年の順位は6位でいきたいと思います。まあ、理由は特にないんですけど、多分まあ高津監督が去年みたいにもう固定のメンバーだけで戦おうとしたら負ける。だけどもそうだな、2021年の時みたいに思い切って意図なくとかじゃなくて臨機応変に打順を変えたりだとか、あとそのやっぱり調子ね、やっぱり主力選手が調子が悪くても悪い主力選手は外すとか、やっぱりその辺の常にこうチームのその日その日をリフレッシュさせながら、スタメン組めるんであれば、どうだろうな、4位か3位までは行くんじゃないかなと思うんですけど、高津監督が去年みたいなずっと長岡使うとか、いや長岡使うのは別にいいんだけど、例えば全然打ててないんだったらもう、4打席も与えない、2打席で下げる、3打席目から違うやつ出すとか、そういうのは臨機応変にやれるんだったら、ワンチャンね、まあ A クラスまではいけるかなと思うけど、でもやっぱりもう自分がなんだろうな、気に入ったなのか信じたなのか、まあそういうメンバーだけに執着してね、例えばもうずっとサンタナも使うとかさ、それをやったらちょっとね厳しいと思います。正直2022年っていうのはまあ村上が三冠王を取った時で、あれは本当に村上は神がかってた、はっきり言って村上が一人で5人分ぐらい打ってるみたいな。だから村上の前後とか誰も打ってないの、大して打ってないの。打てないんだったらフォアボールでもデッドボールもらいにでもいいから塁に出てよみたいな、それもない、簡単に凡打して帰ってくるみたいな。ただ村上一人がとにかく一人で奮闘してた、それが三冠王、三冠王はもうあれの2連覇は采配とか他に出てたレギュラーメンバーが頑張ったからとか、もう全然そういうんじゃない、村上一人の神がかったプレーのおかげなのに、それを気づいてないのか高津は、現実見れないのか分かんないけど、2023年、去年ずっとひたすらメンバー固定したでしょ、打順とかスタメンとか、あれを今年もやったら多分もう余裕でぶっちぎりで最下位ですよ。やったねドラゴンズさん、今年はビリはないですよ多分。まあね、私大学生の時かな、大学生の時、今から30年ぐらい前ですけど、神宮球場でバイトしてたぐらい、もうとにかく筋金入りのヤクルトファンですから、いいことも言うけど悪いことも言う、辛口めんどくさいヤクルトファンです。さあ今年も野球が始まるぞ。じゃあありがとうございました。
衆議院に出して